京市牟田口町で自宅の窓ガラスにガムテープを貼っていた自営業の米村義満さん50歳が突風のために割れたガラスの破片が胸に刺さり病院に運ばれましたが間もなく死亡したということです。また今朝8時ごろ熊本県水上村岩野の県道で無職の上村清人さん93歳が倒れて死亡しているのを近所の人が見つけました。警察と消防の調べによりますと近くには電柱から電線が垂れ下がっていて上村さんの手に焦げた跡があったことなどから上村さんは垂れ下がった電線に関連して亡くなったものとみられています。また今日午前8時前北九州市門司区大理本町で木造2階建ての住宅1棟が倒壊しレスキュー隊が捜索をした結果昼前に女性1人の遺体が見つかり警察で身元の確認を急いでいます。NHK が警察や消防などを通じてまとめたところによりますと、九州では台風の影響でこれまでに16人が死亡しています。ではここで台風18号の今後の動き、そしてどんな点に注意しなければならないのか、気象情報担当の田代さんに伝えてもらいます。はい、台風18号は引き続き強い勢力を保っています。この後も広い範囲で台風の影響が出る恐れがあります。まず台風の暴風域の様子を見ますと、まだ中国地方を中心にまだこの風速25メートル以上の暴風域に入っているという状況です。この後近畿地方の北部などでもこの暴風域に入る恐れがあります。少しずつ東の方へ広がってきました。四国や中国地方、近畿地方では所々で平均で20メートルを超える風を観測しています。瞬間的には40メートルを超える、時速に直すと140キロを超えるような突風が吹く恐れがありますので、この後も注意が必要です。この強い風の範囲、この後東の方へ広がっていくでしょう。この後の台風の進路予想です。台風はこの後日本海の沿岸を進んで、明日の明け方には北海道にかなり近づいていきそうです。北海道でも今夜からは大荒れの天気となるでしょう。さて、今朝は九州で高潮の被害が出てしまいました。被害のあった白縫町と、あと台風の進んだコースのを確認してみますと、台風は白縫町のすぐ西を進みました。午前6時ごろ熊本県の北部に上陸しました。この台風に向かって南から強い南西の風が吹き込み、また満潮の時刻とも重なって高潮の被害が出てしまいました。この後も各地で高潮の恐れがあります。各地の満潮時刻